他のゲーム何かやってみましょうか。じゃあ、あのピアノとか、こちらのじゃあリアルピアノっていうアプリをしてみます。これも多分名前の通り、ピアノの、ピアノの演奏できるアプリなんですけど、ちょっと弾いてみましょうか。ちなみにエクスペリアタッチにはちゃんとあのスピーカーも搭載されているので音もちゃんと聞こえます。ピアノ弾いてる感じしますね。あの普通になんか練習とかにもなるんじゃないかなって気がしますね。普通に、普通に全然ピアノと同じように使えます、ね、ちょっと写真見てみますか。そうですね、じゃあ写真を、あ、